ジメさん、こんばんは。ドットテレビの記録立川です。今日は緊急生配信ということですね。ちょっと5分ぐらい遅れちゃいましたけれども、このちょっと移住してきてどうだったかみたいなお話を急遽ちょっとやってみたいと思います。まあ、ちょっとなんでこんなことを思ったかというとですね、最近ドットテレビの営業でいろんな街を回させていただいてるんですけれども、その時にちょっとお話ししてる中で、せっかく話すんだったらいろいろと生配信とかでも話した方がいいなと思ってですね、今僕が思っているこのドットテレビとかを、どうしていきたいかみたいなお話をですねしていきたいと思います。はい、これ一番最初のこの写真をですね、僕が津別町に移住する前ですね、2015年の時ですね、まだ夏、季節の夏ですね、一番最初に来た時にチミケップ湖で撮った写真になりますね。ここからこの時から僕はだから7年前の僕ですか、なってます。この時はまあこんな移住するとは思ってなかったですね。でこれはその時のフロンティアっていう企画で使ったですね、木の枠フレームですね。あなたはこの人生というこの絵画をどこでやりますかみたいな、どこで過ごしますかっていうようなテーマで自分でこうやってたら、この窓に映ってそのまま移住しちゃったっていうような、そんな感じになってます。懐かしいですね。チミケプコ、非常に素敵な湖、津別町の湖になってます。まあ、そもそもですね、この道東津別町のご紹介すると、赤間州国立公園の本当入り口にあるような町でして、振興局としてはオホーツク総合振興局っていうカテゴリーになります。で道東って広くですね、オホーツク、根室、釧路、十勝と、十勝が、まあ、入ったり入れなかったりみたいなこともあるんですけれども、まあ、そんな広大なエリアですね。本当九州2つ入っちゃうような、そんな広いエリアでの中の津別町というところが、拠点となって今活動しています。でもここ収録しているのもジンバっていう施設なんですけれども、じゃあ今僕がですね、そんな本当に津別とかは、網走川流域の本当に最上部になるところで、本当に分水嶺の水の分かれ目みたいなところにもなっているところなんですけれども、そこで僕やっているのが、まあ、最初にですね、ちょっと字見えてるか分かんないですけど、一番最初は僕千葉県の船橋市で、まあ、そもそも映像制作者やってたんですけれども、個人向けの映像制作をもっと身近にっていうところで、個人向けの映像制作をやるような株式会社キロックムービーっていうちっちゃい会社をやってました。これは町のケーブルテレビさんのお仕事とかですねを下請けとして受けて番組を作るような制作会社でした。まあ、これはこれで非常にこう可能性はあるし、人口多いところで商売するっても非常にいいなと思ってたんですけれども、もうここで8年ぐらいやってですね、でもやっぱりいつかはメディアになりたいな、大元の方に行きたいなっていうことで、でその時2015年とかにお仕事をいただいてですね、でこの道東っていうエリアを見てみたら、テレビ局が基本的にはないエリアで、制作者っていう、まあ、ディレクターとかそういう人たちがなかなかいないような地域だったので、じゃあこっちでそういうで、しかもテレビ局の資格も少ないということで、映像メディアの道東テレビっていうのが作れないか。で大体道東のさっき言ったエリアでですね、道東のエリアで人口60万人ぐらいの規模感だったりします。で船橋が人口64万人だったりするので、大体同じぐらいの人口規模。ただやってみて、この道東テレビやってみてですね、非常にこれ地域が広いので、やっぱりこの全部を一人でやるのは厳しいなというふうに今思ってます。なのでそれぞれの流域、例えばオホーツク、根室、釧路っていうふうに、まあ、十勝もそうですけど分かれてるので、十勝はもう結構上半身とか住んでるんで、あれなんですけれども、このオホーツク、根室、釧路のあたりでそれぞれの流域で、広域の情報と、街の情報と映像を使って発信できるようなことができないかなというふうに今思ってます。道東テレビですね、まあ、映像制作とローカルメディア事業やってます。で来てからですね、今はもうここで配信してますけど、コワーキングスペースのジンバという場所を作りまして、まあ、ジンバって、3つ意味があってですね、人の場所でジンバで、陣地の場所、まあ自分の商売やる場所、陣地の場所というのは陣馬で、もう一つが人と馬、陣馬一体みたいな、あなたの馬になりますよみたいな感じで陣馬というふうに名付けてですね、まあ、いろんなこうコリビングって言ってるんですけど、まあ、生き方を共有しようよねみたいなことができないかなっていうところの実験施設みたいな感じですね。まあ、そもそもそのインキュベーションというか、起業する人向けの映像制作会社といいますかですね、結局映像制作もそういうビジネスが立ち上がるところから一緒にやっていければ、まあ、それってすごいいいつながりで会社さんとなっていけるんじゃないかなっていうと、やっぱり起業するところから、まあ、一緒にやっていったりとかするといいんじゃないかななんていうふうに思ってます。お、ジンバの夢始めしました、レプチンさん。
ありがとうございます。痩せましたね。今お腹へこめてます。そうなんです、ジンバ。でもともとですね、ジンバ、まあ、うちの娘が郵便局を言い間違えてジンバ塾って言ってたので、あ、ジンバってなんだろうなみたいなとこと思ったんですけど、まあ、こういうことでやってたらですね、今勅使河原町で勅使河原ジンバとしてですね、川上君と高橋君も地域おこし協力隊として町の公式 YouTube チャンネルとを運用しているっていうことで、まあ、この名前も使ってくれてですね、非常にありがたいなっていうふうに思ってます。まあ、そもそもそのジンバっていうのはそういうふうにいろんな場所、人とつながるコミュニティみたいなところが作れないかなというところで、まあ、今日も下でやってますけどシェアバーみたいなので、地域おこし協力隊の増田さんが、自分の任期が終わった後の起業をするための準備期間としてですね、ここで まず町の人たちにご飯を作ったりとかっていうのをしてたりします。というのがジンバですね。であと北海道つぶつ町作り株式会社の取締役っていうのを、町の人にちょっと誘われてですねやり始めて、去年は飲食店とかもちょっとやってたんですけども、ちょっと本業の方がいろいろとまずくなってしまったので、今はちょっとそんなに関われてないのかなってところで申し訳ないなっていう感じになってます。まあこんなことですねやってます。じゃあまあこんなことやって移住して7年経ちましたけれども、果たして北海道移住正しかったかどうかみたいなところなんですけど、まあそもそも自分で作っておいたんですけど、正しいとか正しくないとかっていうのもどうなのかなっていうのがあるので、まあ、それぞれの人の解釈次第で、そういうのもあるので、ちょっとこれキャッチな感じで言ってますけど、まあ、これはちょっと答えは次に。これちなみに僕2010のキロックムービーやってる時の30代の時の写真ですね。はい。で、正しかったのかっていうところなんですけど、まあ、選択肢の一つとしてですね、僕にとっては子供が0歳と2歳の時に移住をしてきて、子育ての期間を、まあ、ここで今は小学校4年生と小学校1年生になったんですけど、その幼児期をこっちで過ごしたんですよね。で、まあ、一つの選択肢として子育ての子供と一緒にこういられる時間を自分の起業するとか、ドドテレビとか立ち上げるみたいな時に一緒にやっちゃったんですよね、ガッチャンコして。なのでキャンピングカーを使って、ロケに行ってもすぐ家族と一緒にいられるみたいな環境を作ってやってきたんですよ。まあ、結果今としてはまあ、幸せですよね。もうこの挑戦してる時からもうずっとそうなんですけど、まあ、やりたいこと、住みたいところに、もともと北海道にすごく住みたかったので、住みたいところに住んで好きな仕事、映像制作をやれてるよっていうので、これはまあ旗から見たら、まあ、それなりに借金とかもしてるんだって話しますけど、そういうこともしてるんで、まあ、大変なところもすごくいっぱいあるんですけど、誰かから見たらあんまりこうハッピーじゃないかもしれないと見られるかもしれないし、まあ、自分も悩んだりとか大変苦労して自分でもなんですけど悩みながらですね日々暮らしてます。もう辛いことももちろんいっぱいありますし、楽しいこともいっぱいあるんですけど、じゃあそのバランスを見て楽しいのも苦しいのも含めて自分の人生だなって、やりたいことやって挑戦してるなっていうふうに思えば、すごくまあ感謝ですね。まあ、奥さんに感謝したいし、今は地域の皆さんとかにも協力していただいてこういうふうに活動できているところに感謝ですし、そこの謙虚さっていうのを忘れないでいきたいなというふうに思ってます。まあ、その僕も完璧な人間じゃないので全然ダメなところも非常に多いんですけど、それをですね得意なところとかを伸ばして、まあ、苦手なところに目をつぶるわけじゃないんですけど、それを誰かにやってもらったりとかして、人間まあ完全な人間とかそんなにいないと思いますので、補完し合いながらですね、補い合いながらやっていければいいんじゃないかな、やっていきたいなというふうに思ってます。僕の最終的な目的としてはまあ、おじいちゃんになっても映像でこう地域の記録を取り続けるよみたいなところをやっていきたいと思ってるので、そんな感じになっていきたいなというふうに思ってます。はい。投資をいっぱいしましたね。で、失敗もいっぱいしました。現在申告中でいっぱいいろんな失敗もしてます。トータルで1万ぐらいの借金してます。まあ、でもそれって投資だって捉えれば、まあ、借金なんですけど、ちょっと大変なことはあるんですけれども、まあ、その必死にこいてやんなきゃなんないのかなというふうに思ってます。まあ、じゃあその単純な借金が残ったんじゃなくて、じゃあ投資って捉えると、こういうふうに僕は津別町にコワーキングスペースで、もちろんこの場所を運営するために駐車場とかも必要になりますから、駐車場も買いましたし、まあ、家もですね買いましたし、お試し暮らし住宅っていうのも買いました。まあ、僕の仕事とかクリエイターの人がこっちに来て活動したいよっていう時にですね、すぐに提供できる家があったらいいなということで、自宅の裏の家をがちょうど売りに出てたので、そこをリノベーションしてですね、ちょっと住めるようにして、で最初のステップでつぶつをお試し暮らししたいよっていう人に貸し出すようなもの家も作ってます。整備しました。でキッチンカーとかもですね、協力隊の人と一緒にこうインキュベーション起業しようみたいな感じでやったんですけど、ちょっとこれはうまくいかずにですね売却になってしまったんですけど、まあ、あとキャンピングカーとか、あとクラウドファンディングで皆さんに支援していただきました中継車とかですね買って、まあ、投資してきました。
でこの中継車なんかも今実はそこまで稼働できてないんですが、ここやっぱりスタッフがいないとですね、中継車の運用とかってできないんですよね。一人だとすごく限界があるなってことが分かってきたので、僕としてはこういうふうに投資したものを活用して価値をつけて売り出していって、商品として売っていって、まあ、今僕は市長さんとかにドットテレビの取り組みありませんかっていうようなことで映像制作の仕事を営業してるんですけど、まあ、こういうふうにですね、まあ、借金もありますけどこういう設備とかも整ってきてると、まあ、完璧ではないと思いますけど、やりたいことはやれてきてるので、なのでですね、僕の場合この家とかもこっちで空き家を買って、リフォームして住んでるので住宅ローンっていうのがなんかないんですよね。なので、まあ、住宅ローンの場合はもちろん家が担保になってローンを組めるっていうのもあると思うんですけど、まあ、3000万とか4000万とか30代の人たちが、まあ、20代30代とかでローン組んだりとか、まあ、いろんな人がいると思うんですけど、まあ、そういうことをしない代わりにこういう投資みたいなのができるんじゃないかなと思ったりします。まあ、イコールではならないと思うんですけど、なんで住宅ローンとかないし住みたいところもあるしやりたい仕事もあるし、で何よりですね、あのこの北海道の東側、この道東の可能性、自然の可能性というか、やっぱりあのすごいんですよね。それを毎回ちょっとあの住んでると感じることが非常に多いので、なんかそういうふうにですね、この道東の可能性っていうところ、僕の可能性とか映像の可能性って、まあもちろん、まあ、映像の可能性は僕すごく信じてますけど、僕の可能性みたいなところで言うとちょっとうんって思っちゃうかもしれないけど、この地域全体の可能性って捉えると非常にすごく価値がある。しかも温暖化とか、まあ、いろんな環境の話とかも含めて、ここの場所はそういうことを考えるのにすごく適している場所だと思ってます。まあ、国立公園も非常にありますし、あの豊かな自然がいろんなバリエーションであるっていうのが可能性だと思ってます。なので地方創生とかっていうところに取り組んでるつもりはないけれども、まあ、キーワードとして地方創生ってあると思います。まあ、末端からこうなくなっていっちゃうんじゃないのみたいなところなんですけど、まあ、地方には自分でやりたいことが実現できる環境へ余白っていうのがあるんじゃないかなって、そこがちょっと可能性になって、次に、まあ、また来たいよっていろんな人が来てくれて、で豊かさみたいなところが実現できていくといいんじゃないのかなというふうに思ったりしてます。はい、なのでまあ本当の道東テレビにこれからなっていきたいよと思って今営業をしているわけなんですね。なんでこういうふうに可能性感じているかというとですね、 SNS の進化ですね。今見てもらった YouTube とかもそうなんですけど、道東テレビは YouTube と Facebook と Twitter と Instagram っていう SNS を活用してます。でそれぞれの、まあ、媒体で同じ動画流してるんですけど、これまたですね、今はまあ手作業でバンバンやってて、まあ、編集ちょっと僕も今間に合ってない部分もあって非常にご迷惑かけてるところもあるんですけれども、今 AI 出てますから、この編集とかが AI になっていったら、まあ僕ら撮影だけすれば、まあ、いきなりそんな時代にならないと思うんですけど、コンテンツとか素材さえ持っていればその次の作品作りができていく。それをじゃあ今もその外注さんとかクラウドワークとかで、お願いできるかもしれないし、まだそこら辺もまだ活用できてないんですけど、そういうので、日本中どこにいても仕事を触れるかもしれないとか、編集だけだったらですね、っていうふうにセパレートしていったりすると、発信する元さえあれば、発信する場所さえあれば映像素材を持っておいてそれをどう活用していくかっていうのは SNS の進化とかスマホの進化によって、まあ、見る環境はすごく整っていったので、まだまだチャンスというかあるなと思ってます。でそれを軸にしてやってるんですけど、人が残る取り組みっていうのをやってます。あの今20代後半の若者の活動が刺激にすごくなってるんですけども、津別町で僕地域おこし協力隊っていう制度で来たんですよね。で地域おこし協力隊の制度で来たので、来て3年間の、まあ、ベーシックインカムみたいな給料が割と保障されてる中で起業することができたんですね。でこれってまあ非常にですね、都市部とかの方からすると、普通に起業してる方からするとですね、3ヶ月間給料保証されて自分の好きなことができるとか起業の準備できるって、これめちゃめちゃな制度だなって思うんですよね。めちゃめちゃいいとも思いますし、で逆に今7年とか経って地元の人たちの気持ちも分かってくると、やっぱりちょっとずるいなみたいな気持ちもあると思います。正直あると思いますと思うんですけど、でもまあ制度としてあって、日本国として地方創生、まあ地方にこう人を送り込もうということをやっている政策ですので、うまく活用するしない手はないのかなというふうに思ってます。ということで行政さんに提案して、町の公式 YouTube チャンネルとかですね、町の発信する媒体を作るのとともに、人も入れてくれないですかっていうような取り組みをしてます。地域おこし協力隊入れてくれっていう依頼してます。
で、勅使河原町さんで始まったのが、最近に、公式 YouTube チャンネルでムーブ勅使河原っていう番組作り始めたんですけど、それでやりながら協力隊募集したらですね、勅使河原町はまず川上くんって、あと UHB のアナウンサーの川上くんがジョインしてきてくれたんですよね。で、この川上くんがすごくてですね、その後に高橋くんって、川上くん の親友の高橋くん連れてきて、今仕事2人でやってますけど、もう一緒にやってきて、2人で今勅使河原人馬として向こうでコワーキングスペースと公式 YouTube チャンネルを運用してるんですよね。で、最近ですね、川上くんが旅に出てたんですね。視察の旅ですっていう風に言って視察に行ってたんですよ。で、それを動画でまとめてるんですよね。ぜひとも勅使河原人馬のチャンネルをチェックしていただきたいんですが、これがですね、非常に面白いです。川上まちづくり大冒険、神戸掛け合うとか、まあ、いろんな、今6本ぐらいかな、7本ぐらいかな、上がってます。僕今日全部ちょっと見たんですけど、非常に面白いですね。まあ、エスタから始まって、この空き家の取り組みのインタビュー、あ、こういうことと取り組みしてる方がいるんだっていうことも知れましたし、あと川上くん自身の大学時代からの、学生時代からの人のつながりを作ってきた、その仲間たちが今、この淡路島でいろんなことをやってるんですよね。で、まあ、僕も川上くんがいろんな活動してるっていうのはなんとなく知ってたんですけど、改めてですね、こういうふうに旅の視察に行きながら自分の過去も含めて紹介してくれると、ものすごく身近に感じるというか、あ、川上くんすげえやつになって、すげえやつが勅使河原に来てくれてたんだなっていうのを改めて思ったのと、これは映像のいいところなんですけど、要は彼が感じたことの多分全部じゃは絶対無理なんですけど、まあ、10分の1でもほんのちょっとでも感じられたらすごいことだと思うんですよね。で、僕はこれを見て、この川上くんの映像を見て、あ、この20代の人たちがこういうふうに頑張ってるんだって、ものすごいこう大変なこととかもいろいろあると思うんですけど、楽しそうにやってる、でしかも面白いことやってる、僕じゃ絶対もこう思いつかないし、アクションできないことをやってる人たちを見ると、あ、自分も頑張ろうとかですね、すごいなって、こういう取り組みがあるんだってすごく知ることができたんですよね。で、これまたですね、ぜひとも見ていただきたいんですけど、話戻すとですね、僕いろいろ首長さんのインタビューとか撮ったりしてるんですけど、訓練部長の前町長の菊池町長がですね、言ってました。まちづくりに関してやっぱりいろいろな事例とか人に会いに行ったりするのがいいんじゃないかっていう話をされてました。その通りだなと思いました。多分なんかいろんな事例を見ることによって自分の知見も広がりますし、あ、こういうことがやられるんだねとかっていうこともいろいろと分かってくると思います。で、そのいろんなことを知るっていうことが、あの映像を見ればですね、あ、淡路でこんなことやってる人たちがいるんだっていうのを伝えられるので、すごくいいなと思いました。まちづくり大冒険、ぜひともですね、そのチェックしてほしいなと。川上くんのそういう動きですね。で、まあ、いい声してます。で、まあ、爽やかイケメンですね。で、友達の高橋くんもですね、こうギフトっていう、自分では写真が好きだっていうところで、写真のウェディングフォトとかの事業ですね、写真の事業を始めてます。で、このネーミングもまた素晴らしいですね。ギフト、贈り物としてこういう写真とかを送るっていうのを自分で考えて、で、今企業も本当個人事業主ですよね。で、勅使河原の地域おこし協力隊でしながら、そういうな自分のやりたいことも実現させて、彼の場合は写真と、まあ、映像の仕事もできればいいなということで、川上君とタッグ組んでやってます。まあ、この人は非常に頑張ってるんで、いつも刺激もらってるんですけど、まあ、こういうふうにですね、勅使河原の場合は本当に公式 YouTube チャンネルも今登録者数が4000人超えてですね、収益化も始まっていて、まあ、自治体チャンネルとしてはすごく面白い取り組みなんだなということと、川上君自身がやっぱりどんどんインプットしていってるので、これがどういうふうな進化をしていくかというところを非常に興味深く見ているところでもありますね。というふうに人が残っている部分と、訓練部長ではですね、さっき言いました、訓練部長ってまたまた面白い、社会教育がすごく盛んな町で、かっこいい町だなと思うんですけど、そこにはうちの社員の渡辺君って、もともと訓練部長役場の職員だったんですけど、辞めてドドテレビに入ってですね、一緒にそれこそダーツの旅とかのカメラマンを彼がやったんですよね。で、そういう渡辺君も一緒に活動してくれて、今議会配信を一緒にやってたんですけど、まあ、彼も議会に興味が持ち始めて町議員になりましたね。っていう風にですね、でしかも NPO 法人で、クンネップコタンっていう NPO 法人も立ち上げて、町の困りこととかそういうものを解決に近づけられるような団体っていうんですかね、そういうことを考えられるような
団体を作って活動してます。非常にこう主体的になって動いてるのも、もううちの社員でずっとやってきてくれてる渡辺君ですね。もう完全フルリモートで動いてくれてます。まあ、僕はダメな部分非常に多いので、社会保険とか苦手だったりするので、そういうのも全部渡辺君にお願いしちゃっています。非常に助かってますね。でこういう事例があるので、まあ、津別町でも地域おこし協力隊で入れてくれませんかというお話ししてて、情報発信の部分ですね。で今協力隊で大竹君ってもともと津別町出身の、これまた27歳若者がですね、来て活動してます。またまたセンスが良くてですね、で大竹君も写真が好きなんです。写真を仕事にしたいっていうので、自分でなんかスタジオとかできないかな。もう本当高橋君とすごく似てるような感じのキャリアになると思うんですけど、そういうふうに自分で写真の仕事が作れないかということで活動を始めて、もうちょっとで10月で1年経つところですね。というふうに、まあ、映像ももう作れちゃうようになってるので、まあ、非常にいい取り組みになって、さらに、まあ、彼も生まれ故郷に来てこういう仕事ができると思ってなかったっていうことも言ってくれてるので、まあ、ドットデビューがあることによってこういうふうな人たちも入ってくるというようなことが残ってます。なんでまあ僕としては協力隊の制度を活用して、で協力隊ももちろん移住定住してくれればいいんですけど、腕のある人とか、まあ、もしくは若い人とかはひょっとしたらその3年間かもしれないんですけど、その3年間をここでその映像制作とか作品作りとかに燃えてもらって、で行政チャンネルをちゃんと運用してもらって、これはまあこれからの時代のドレスコードじゃないですけど、各町がこの行政のチャンネル持ってますよみたいなところは、そういう時代になると思うんですね。でもそこで流すちゃんとした映像とか一回ファンをつけるために、3年間とか、まあ、僕も一緒になって作りながらやってきますよみたいな。でそうするとやっぱり情報発信とかしようと思うと、もうちょっと広域な情報を出したいなとかってなってくるんですね。例えばオホーツクというくくりだったりとか、根室というくくりだったり、釧路とかっていうくくりになってきたりします。まずその振興局単位で分かれていってもいいと思うんですけど、もちろん広域のチャンネルもあって、それぞれでこうここはちょっと影響できるような感じ、でもこれ総合振興局がありますよって。でも最終的にこう世界レベルで見ていくと、まあもう北海道は一つ、まあ、日本っていう感じに単位になるんですけども、その中のまあ道東っていうこの特殊な得意な地域全体のなんか面白情報とか輝いてる人たちを紹介するようなのが道東テレビっていうのがなんとなくあって、でそれぞれにそういうふうにリーチできる媒体を地域おこし協力隊とかの制度を使いながらやってくれる人たちが残っていければなというふうにですね、まあ、今スポーツ大会とかの運動会とかの記録も残してるんですけど、まあ、ある若者からですね、まあ、人づてに聞いた話ですけど、僕ラグビーとかサッカーの試合とか撮ってたりするんで、そういう映像が宝物になりましたっていうようなお話も聞いたりしてます。なのでそんな誰かの宝物を作れるようなすごい素敵な仕事ですし、クリエイティブな部分ももちろんありますし、映像ってものすごく幅広いジャンルがあるので、なんかそういうクリエイターの人たちがここに来て仕事ができる環境とか、もっと言えばですね、僕はもう一般の人たちみんなに映像制作を普及させたいなって、映像制作をもっと身近にしたいなと思っているので、人生の節目節目でそういうふうな記録を取るような文化であったりとか、そういうものができていければいいんじゃないかなというふうに思ってます。それがまあこの最後の映像制作の可能性というところですよね、というところだと思ってます。まあ、ライフスタイルの発信とか記録にすごく向いてますよって、死んじゃう人とかもどんどん出てきてますので、まあ、これ当たり前ですよね、高齢化社会が進んでいくと今のうちに撮れるものを撮っておかないとねっていうところで、まあ、僕が撮るのもいいですし、僕の仲間が撮るのもいいですし、まあ、やり方を覚えて自分で撮るのもいいと思いますし、まあ、映像というのは記録的に優れているので、そういうのをやっていきたいよってところですね。であと SNS の情報発信の核になります。映像ですね、まあ、多分どの SNS も写真からやっぱり映像みたいな感じになってますよね。あと生配信とかのこういう技術も非常に良くなってきてます。でもちょっと僕一人ですし、あんまりあれなんですけど、まあ、よくなってますね。でメディアの特性とかですね、映像を利用した町民のモチベーションアップ、要はメディアが改めて取材することによっていいところを再認識できるっていうところも効果としてあると思います。でやっぱりある程度新陳代謝していかなきゃならないのかなと思うので、一つの町にずっと居続けるというのももちろんいいんですけど、どっかで新しい視点を入れるとかっていう風な新陳代謝を起こしていかないといけないんじゃないかなと最近思ってます。で継続性による地域価値の上昇ですね、このアーカイブされてきますので、今が一番新鮮で新しいんですけど、これもまたどんどん古くなってきます。今もドットテレビ7年前とかの映像とかあったりするんですけど、もう過去の映像って実は結構価値がどんどん出てくると思うので、それを残していくような感じをしていって地域価値に上昇してきますよ。でアーカイブしていくことによってウェブ上の待ち合わせ場所
これからの時代ですね、ウェブ上での待ち合わせ場所はひょっとしたらみんなの共通の思い出の運動会の動画であったりとか成人式の動画か分かんないですけど、まあ、あのスポーツ大会の動画みたいな、あれをみんなで見ようよみたいなのをオンライン上でやっちゃうかもしれない。今は同窓会で流そうよとかって、成人式で流そうよとか、そういう感じかもしれないですけど、それがオンライン上でのウェブの待ち合わせになるかもしれないですね。まあ、あの点で終わらないので、情報発信映像での場合は記録でも残っているので振り返って見えるのがいいところですから、ここもどうなるか分からないですよね。でそういうふうにあのジンバとかっていう場作りをすることによってクリエイターと地域のいい関係が築けていって、でそれまたですね、この著作権という部分を、まあ、この素材の権利とかもですね、ちゃんとクリエイターがもらえるようにしておいて、自分の素材を自分の素材として使えますよっていう環境作りをしていったら、ここは本当にすごい、なんでしょうね、映像制作写真とかを作るにしても、あの特殊な気候とか、まあ、自然がすごく多く残ってるし、すごいビュースポットもいっぱいあるので、そういうのを使ってですね、クリエイターと地域のいい関係が作れないかなというふうに思ってます。なので今市町村さんにですね、こういうふうにもう今までやってきて、7年やってきていい取り組みだなって非常に思ってるので、営業してます。なので興味のある自治体さんとかですね、ぜひ一緒にメディアを作ってもらえればなというふうに思ってます。はい、こんな感じですね、営業回ってます。今日はですね、まあいつも営業してるので、この営業トーク、まあ、こんなにいっぱいの時間も喋れないんですけれども、今日はせっかくなんで頭からいろいろと今思っていることをですね、喋らせていただきました。ですね、大変なこともいろいろあるんですけども、またまたですね、多分一人だとこれもまた限界あるんで、今度ゲストさんとかですね、なんか加えてできないかなと思ったりします。まあ、何はともあれ思いついたらちょっとやってみるっていうのが大事だなと思うので、ちょっと思いついたんでやってみました。ですね、もうちょっとイタルの点とかもありましたけれども、またチェックしてもらえればなと思います。それでは皆さんありがとうございました。見ていた10人ぐらいの方見てくれましたね、ありがとうございます。それではさよなら、またやります。